シェフミズィーク、皆さんこんにちは。ブアクレールプレゼンツ音楽のひとしずくへようこそ。お忙しい生活の中のほっと一息つく時間に、内藤育子がお送りする音楽のちょっとしたお話を語る番組です。毎日たくさんの方々と音楽の時間をご一緒に過ごす中で、皆さんのほんの些細な一言から思いがけず音楽の素敵なお話へと発展することがよくあります。この番組でも皆さんの落としてくださるひとしずくから、新しい発見や小さな知識へと水門を広げていきたいと思います。今日のひとしずくは、そなた祭り。今日9月17日日曜日は、以前からブログやポッドキャストでお伝えしている合唱の大舞台本番当日です。もう20何年も所属している音楽工房クラは、私の歌の先生が主催するいくつかの合唱団が集まった団体で、そこに所属する歌い手の女性だけで開催しようという秋に集う女性合唱演奏会。2019年以来の久しぶりの公演なので、今とっても盛り上がっています。14時半に開場して15時から開演します。場所は八王子市芸術文化会館イチョウホールの中の大ホール。我が先生ながら素晴らしいプログラムですので、今日聞きにいらしてくださる方、どうぞお楽しみに。ということで、演奏会当日の投稿ですので、このように初めにお話ししましたが、この投稿のメインの話題は、来月10月に開催するイベントのお話です。ソナタという言葉、音楽がお好きな方、ピアノを弾く方は皆さん口にしたり聞いたりしたことがあると思います。子供の頃ピアノ教室をやめてしまうきっかけは、ほとんどの方が受験ですね。王道のピアノレッスンを受けてきた今30代から上くらいで、そういう方々は高校受験ではソナチネ、大学受験ではソナタを弾くくらいまで進んでいた方が多いと思います。ソナタ、ソナチネという言葉をなんとなく使ってはいても、でもその本当の魅力をご存知でしょうか。実はあまり深くは知らないままに時が過ぎている方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。みんなが何気なく使っているこの言葉の本当の意味を、ちょっとした豆知識として仕入れていただいたり、この言葉を入り口にして入っていく音楽の世界の広さに感動していただけたり、そんなイベントを開催します。イベントの名前はタイトルにもある通り、フェットドソナタ2023ソナタ祭り。私はなんとか祭りというのが大好きで、フランス語のフェットという言葉をいろいろなイベントで使っています。今回もソナタ祭りという名前にしました。ピアノコンサートと音楽講座が合わさったような感じです。講座というと固く聞こえるかもしれませんが、音楽についての興味深いお話をモニター画面の写真などを見ていただきながら楽しく聞いていただくもので、それと合わせて面白いソナタばかり5曲ぐらい聞いていただける予定です。日時は2023年10月7日土曜日、14時半、
午後2時半から始まります。ホールにお入りいただける会場時間は14時15分、午後2時15分です。早めに着いた方のために、入り口の前にくつろげるちょっとしたロビーのようなスペースもあります。そのホールは渋谷ホールというところで、渋谷ホール&スタジオという何とも言えない名前の綺麗な新しい施設の中の5階にあります。渋谷駅の各改札からスムーズに行けば徒歩3、4分ぐらい、とっても近いです。でも駅自体がちょっと複雑な工事中なので、少し余裕を見た方がいいかな。ご観覧は全席自由で、チケットを販売しています。そしてこのイベントでは後日に作成する動画の視聴の申し込みも受け付けています。お申し込みなしで当日急にお越しいただいてももちろん大歓迎です。ですが事前にお申し込みいただくと、当日プレゼントするちょっとした資料の準備や当日の受付がスムーズで、とてもありがたいです。お申し込み手続きはホームページにて受け付けています。この動画も含めてブアクレールの各動画では概要欄にいつもホームページのリンクを貼ってありますので、ご活用ください。ブアクレールのホームページからこのそなた祭りのチラシを PDF をダウンロードしていただけるようになっています。会場へのアクセスの詳細は渋谷ホール&スタジオ自体のホームページでご確認いただけますので、そこへのリンクもブアクレールのホームページでご紹介しています。内容をもう少しだけ詳しく言うと、チラシには今更聞けないそなたって何にお答えする音楽好きの方は必聴のイベント、ブアクレール講師と生徒の演奏でいろいろな時代と形態を聴き比べますと書きました。演奏予定音楽家はそなたといえばの古典派時代を代表するハイドン、モーツァルト、ベートーベンの3人、そしてそのずっと前の時代、バロックのチェンバロ作品をたくさん作ったスカルラッティ、そして音楽の長い歴史から見ると割と新しい方の時代のフランスのラヴェルという作曲家。こんな顔ぶれです。演奏を聴いていただきながら、その曲と曲の間でお話しする講座で、今計画しているお話の内容は、そなたという言葉の語源はどこから？どんな意味があるの？音楽には曲の名前とその曲の形の名前に深い関係があります。そなたというのはなぜ誰が生み出したのでしょうか？そなたのここがわかると弾いたり聞いたりが俄然面白くなります。聴き方次第では曲によっては素敵なストーリーが見えることも、というようなコーナーを予定しています。ですから今ソナタやソナチネを習っている方はもちろん、子供の頃ピアノを習っていた方、どんな音楽なのかを深く知らずにソナタを弾いてきた方に、そしてもちろん音楽を聴くのがお好きな方皆様に、とても興味深い楽しい内容になると思います。この渋谷ホールというところは、日本ではまだ数のそんなに多くないイタリアのファツィオリというピアノが置いてあるので、私も実は聞いたことは何回かありますが、自分で弾いたことはないので、どんなピアノなのかとっても楽しみにしています。そんなところもお楽しみポイントの一つになるでしょう。いかがでしたでしょうか。今回は10月のイベントについてお話ししました。
皆様が興味を持ってくださったらとても嬉しいです。ご来場の予約方法は、まずは先ほどお話ししたようにボアクレールのホームページにてのオンライン予約、そしてホームページとかそういうことが苦手な方はボアクレール宛てのメール送信にてもお受けいたします。メールアドレスは概要欄に書いておきます。送信の際に件名をそなた祭り予約としていただき、本文にはご氏名とご同伴人数をお書きください。そしてさらにメールもちょっとという方は、ボアクレールの講師や生徒さんを通して直接のご連絡でもお受けいたします。そしてさらにご予約のない急なご来場でももちろん大歓迎です。楽しいイベントになるよう、私自身もたくさん楽しみながら準備を進めていきます。終わったらここでもどんなイベントになったのかをご報告させていただきますね。きっとそのイベントではここでお話ししたくなるようないろいろなことが発見できるでしょう。それでは今日はこの辺で、今週も音楽にあふれた1週間でありますように。 Music era desire